回、世界経済についてしっかりとした議論を行い、世界経済は大きなリスクに直面をしているという認識については一致することができたわけであります。そしてそのリスクに立ち向かうために伊勢島経済イニシアティブを取りまとめることができ、この伊勢島経済イニシアティブに基づきましてアベノミクス3本の矢を展開をしていき、 G7 で展開をしていくことと思いましたわけであります。そしてまた私にとっては今回5回目のサミット討論となりましたが、それぞれのリーダーたちとは何回も首脳会談を伝えてまいりました。そういう中において率直な意思を伝えることができます。